さんこんばんは。今日ご紹介するのはマルタカラーメンさんです。ぜひチャンネル登録お願いします。北海道大学のそばにある食堂のような温かい雰囲気の旭川ラーメンのお店。学生さんやサラリーマン、地域の人など多くのお客さんが連日足を運んでいます。メニューは塩、味噌、醤油の他に人気のカツオ塩ラーメンや魚醤油ラーメンなどがあります。塩ラーメン750円。まろやかな味の豚骨や鶏ガラ、魚介のダブルスープを堪能できる一品。初めて行く方に絶対的おすすめ。いただきます。コクがありまろやかなスープは程よい塩気があります。飲めば飲むほど好きになる。とっても美味しい。スープを先に飲みすぎてしまいました。これはもう全飲み確定ですね。最初に乗っていた海苔はスープに浸してパクッといくと美味ですよ。ほんのり縮れた細麺は少し固めな茹で加減です。旭川の加藤ラーメンさんの麺を使用しているそうで、これもまたうまい。細麺なので量が少ないと感じる方はプラス100円で大盛りにできますよ。メンマはコリッコリで歯ごたえ最高。大きめなのが 3,4 本入っていました。チャーシューはとってもジューシーで、噛むと口の中いっぱいにお肉の味が広がります。学生さんが多く来ることもあり、チャーハンや豚丼など丼物のメニューもあります。ラーメンと豚丼どっちも食べるなんて方も多いのでしょうね。お店のご夫婦とホールの女性店員さんの接客はとても温かくて素敵です。私が北大生だったら毎日通っちゃいます。北大生羨ましい。ごちそうさまでした。地下鉄南北線北12条駅から徒歩5分。駐車場はありません。席数は32席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。